去年2回ぐらい見に来てるんですよ。普通に来てるんですけど、グラウンドに入るっていうのはなかなかね、すごいことですよ。これは迫力はもうすでに違いますな、練習から。だって20数年前はフェンスの向こう側にいましたからね、私はね。だからフェンスの向こうに明日の春日がね、20数年後ここに同じようにこう立ってバッティング練習見てる春日がいるかもしれないっていうね。向かいの売店っていうね、球場の中でも入れなかったらっつね。次はそう見てこれね、裏ポイント裏、ポイント裏、どうだよ、もう雨よけにするんじゃないよ。2枚3枚買いなさい。君はありがとうございます。もう駅前とかそうですけど、この辺もよく遊びましたよ。これバーン。さあ準備が整いやした、行きましょうか。おかわり君とのね、1打席対決、3球で決めてやろうと思ってますからね。うん、3球で。心配なのが、まあ、完全に抑えるわけで、それによっておかわり君がね、この自信をなくしてしまうんじゃないかっていうところが非常に心配なんですよ。だからそのコーチ並びにその球団関係者の方々はアフターケアをしっかりやってもらいたいなって、そう思ってます。番組で作ってもらってね、このような形になってるんですね。バーン。田淵浩一、私が最初に生まれて初めてファンになった選手がなぜか田淵さんだったんですね。昔のそのね、2歳3歳とかそのぐらいの写真見るとね、ライオンズのね、あのタンクトップ着てね、22番の、はい、うん、ここの縁が、赤と緑とね、こうライオンズって入ったね、はい、タンクトップ着て写真に写ってるのがいっぱいあるんですよ。なんで田淵選手が好きだったのかわからないですけどね。やっぱそのホームランバッターに惹かれるっていうのはあるのかな。その後やっぱね、清原選手、清馬も好きになりましたし、うん、よしよし、これから球を放る。おお、試合前だ、すごいよ。デッドボール当てて乱闘するっていう、あのパターンやってみたいなと思って提案して、ぶつけますんで来てくださいって言ったんですけど、当てられなかった。今日はいろいろ試合中にやらせていただいて、春日も楽しかったけれどもですね、何より見てるねお客さん方が非常にね楽しんでくれたんじゃないかなと思いますけども、どうですかお客さん。なるほど、うん、
連敗が続くようなことがあったら、その時私また来ますから、連敗ストッパーとしてね。はい、そんなことが逆にないようにライオンズには頑張っていただきたいと、そうでございます。以上